まあ、結局遅くなるっていうのは分かってたんだけどうんほぼ朝に寝てでもめなんかしっかり寝れたしっかり睡眠でができた久しぶりになんかここ最近寝,な寝てもなんか目なんか覚めるしなんか熟睡できなかったって言ってたじゃん今日ねよくなんかよく寝たって感じしたの久しぶりにそう珍しい珍しく ちゃんと寝れたわ今日って思ったね今日起きた時5日連続か5日連続かそっかそっかいやもうお風呂入ってないねまだ入ってないさすがにこの時間にお風呂もう入ったわねちょっと無理だったねいや迷った先お風呂入っちゃうかなって思ったんだけど ちょっとやってみたうんそう熟睡できたのねなんか何日連続でやってるか忘れたけど <laughs> もう1月終わるからさ31までやろうと思ってお風呂何日まで入らないでいられるえ,え毎日入らないとかもうん何日入らないと やったことないけどいや,ーや寝れた原因なんだろうね要因要因,原因じゃなくて <laughs> 原因ってな,なんかダメの方だよね要因なんだろうまあでも寝不足の積み重ねもあるかもしれない普通に昨日は朝から夜まで長かったし。 そうしっかり寝れたそうなのあんにょんこんばんは今日はねちゃんと病院も行ったし花粉症の薬を無事にもらってきた偉いね体調管理それなお互いにね ほんとにお互いにだよ。リオはね、多分大丈夫。あの、めったに体調崩さない。元気だから。って言ってさ、あの、熱とか出したら最悪なんだけど、多分大丈夫なので、大事な日に、熱は出ないと思いますので。皆さんも、生誕祭前だから体調管理しっかりね。筋肉痛えぐい。え、ねえ、わかるえ、あのさ、リオも今日めっちゃ筋肉痛なのね、足が。 でなんでかななっって思ったのなんでこんな筋肉痛なのってな今日階段とか上がっててえめっちゃ太もも痛いんだけどって思いながらでもなんかそんななんかなんかしたっけって思ったんだけどえー、なんだろうでもいつもライブしただけじゃ筋肉痛にならないしあれかも生誕祭のリハ朝したからかないやでもそんな一回リハしただけで,で筋肉痛になったことないんだけどさ太ももめっちゃ筋肉痛なんだけど。 謎にもしかして飛んでたうん飛んでたかもしれないね <laughs> セーターセックスハードなんかいやいやーいやでもそのみんなでやる練習ねそうメンバーと踊る曲をあのー、ライブのリハ前にやったんだけど2時間ぐらい。 筋トレいやしてないそんなね足使うような筋トレしてないんだけどね今日歩いてて階段を上り下りしててさ太ももっちゃいたいって思って両親がコロナになったって LINE 来たからお嬢ちゃんも気をつけてねいや本当にそうだよね気をつけないと私物サイン何にしてもらうか一生悩んでる <laughs> でも何人もいる <laughs> 何にしようか一生悩むってね そうだよね本人不在の生徒さんにとか勘弁してほしいでやんすいやそれはそうほんとだよウェディングドレス着てライブできんの <laughs> 無理じゃない踊れないねそれだったら。 寝てる時 <laughs> 動き回ってないよいやミクサーまだ行ってないから <laughs> 走ってないよあの PV 撮る時は走ったけどね渋谷さんあと5日で決めなきゃいけないんかそうだよ <laughs> もうすぐだね 白い力持ちうどん買ったからそれに書いてもらうか <laughs> いいよ <laughs> 全然 <laughs>「生物サイン」とは「生物サイン」あのチケットの特典であ,あるんだよね生誕祭チケット2種類あるけどあの上の方の生誕祭のチケットうんと。 そうチケットの方に私物サインが入ってるこんばんは生誕祭もリハとかするのもちろんもちろんメンバーとね昨日1回やってもう1回やる昨日は愛理来れなかったから多分前日とかに2回目のリハするかな全員でドレスコードえっとグッズのせグッズのパーカーですね はい、生誕サインのドレスコードはグッズのパーカー <laughs> だよ何も見ずに上の方のチケット買ったか知らなかったあでも上のチケットの方にあるよ私物サインがこんばんは何着ようか悩んだけど生誕パーカー着ればいいんだそう 悩むでしょイベント行く時って私服そういう時のだよ <laughs> そういう時の生誕パーカーよ T シャツじゃないから寒くもないしねグッズのパーカー売り切れそう本当 <laughs> 売り切れるかないやでもパーカー 嬉しいな、あのグッズでパーカー作りたかったからさ普通に T シャツは2回作ったけど自分のラスアイの時とさあのー、ソロイベント時とパーカーありがてでしょそうパーカー作りたかったからやっとだよ念願の自分のグッズのパーカーだからリオ絶対めっちゃ着るんだけど自分の <laughs> <laughs> いやなんか自分のっていう自分のだから着るんじゃなくて普通にパーカー好きだから着る <laughs> <laughs> サングリパーカーダメなんかあサングリでもいいよ全然いいけど、まあ、せっかく生誕祭だしグッズも出すからよかったら着てゲットしてほしいね でサングリーパーカーはさ、前チャックじゃん。チャック系、ジッパー。リオノは上からかぶる系のパーカー。ご自分のハンガーに干すんですね、パーカー。そうそうであのね。いつもオーリオと一緒セットがあるん、あるので。<laughs> そうそう。楽しみ。<laughs> 早くハンガー見たいんだけど。 まだね、あの実際に見たのがいつもオーディオと一緒セットについてくるあの、ミニフォトカードだけ見たのもう出来上がっててああとあポストカードだっけサイン書いたよあのサイン書いてポストカードポストカードだっけ生写真だっけんだっけ生写真か生写真は見た生写真とえっとミニフォトカードは見たブロマイドかブロマイド ブロマイドもね良きだったよ何種類かあったけどちゃんと漏れてたパーカーね白白だよ頑張ってサイン入り当ててね しろってことは、婦人にも着てる、いけるんか、あ、そうそう。<laughs> そうだよ。やっぱね。どこでも使えるように。終わった後、飲み行ったら、誰か汚しそう。確かに <laughs>。間違いない。いや、そうだね、リオもよく汚すからさ。あの、帰って、染み取りするのが大変だよ。 カレーうどんとか食べちゃったらもうやばいよカレーが飛んでうん<ー>ああとさあのさこの前さ チェキチェキの話したじゃんえチェキさ何枚目でも買えるんじゃないとか言ったじゃんリオ <laughs> 2枚までだったねあれ <laughs> 確認したらあれそうだよね2枚までっていうかなんだっけちょっともう一回確認しようそうだよ <laughs> あっ分かってた <laughs> それでさどっちも猫にできるのって聞いてたじゃんフチョコ。で聞いたんだけどマネージャーさんにそれはできるらしいよ。あの逆に猫ちゃんだけあうん猫ちゃんだけがいいか生誕衣装だけ2枚生誕衣装どっちもとか基本的には生誕衣装ともう1個の方1個ずつ取れるようになってるんだけどあのこっちあの生誕衣装が好きすぎるからこっち2枚とかでもいいし。 あでもどっちみち衣装は一緒だそうだ衣装はそのままであれだわ耳お耳とか手とかつけるだけだそうだそうだそうだ着替える時間はないので結局衣装は衣装なのでうん並ぶタイミングそうだね衣装が先じゃないかな普通に。 2枚までえっとねちょっと待って「お一人様合計2枚まで」って書いてある私は両方取るうん両方取ろう。 そのチキいやわかんないどうなんだろうどうだろうたったんともほちじゃあどっちも取ろうねいやケバブねそういうケバブ食べるの難しいからほんと。本当 ティにまっに抹茶ラテこぼして汚したから気をつけよう <laughs> 飲み物こぼしたの <laughs> どちらにせよお,りお忙しいだねいやでも楽しみだよチキ取れるの嬉しいうん <laughs> あの白のふわふわオフィシャルは無事、無事だね。なんとか、今のとこ。<laughs> 最近オーディオがオーディオに聞こえてき、聞こえてしまいます。いや、それはね。 本当にわかる <laughs> いや自分もあだ名がオーディオになってからそのオーディオって生きてて結構聞く意外と聞く機会があって「あオーディオ?」って思う <laughs> 結構ねオーディオコメンタリーとかもあんじゃん「あオーディオ?」みたいな <laughs> 結構聞こえるよね K−POP? 西武新宿駅沿いのママ、まま、ーズマ、ま、ーズえー、知らないかもディアンがオーディオって呼ぶ時オーディオにしか聞こえない話懐かしいあうそうそうそう, <laughs> そうオーディオ <laughs> オーディオ <laughs> 懐かしいそうなのオーディオって言ってたね いや言ってないと思うんだけどそう聞こえるっていう話ね昔のオレオは英語圏で言うとオレオになるあそうなのえそうなの知らなかったオレオ好きだしキャダカブディあキャダカブディ懐かしいキャダカブディって何でしょう <laughs> <laughs> え分かるもんかなキャダカブディとはもともとの日本語なんでしょうってもう今週のの早いなそれなやばいよねなんか実感湧かないんだけどミックス初めてなので今日下見してきた35番出口の看板見てきたおおさすが嬉しい見てきてくれたんだね 初見絶対分からんやっぱそうだよねプロフィールのとこの写真キャラクターの時ののになってるのは自分だけかないやなんかね謎だよねそれそれねあのー、なんでだろうリオがツイートした時はちゃんといつも通りなんだけどさあのファンの方がさ配信中にさこうツイッターに載せてくれるツイッターじゃないね X にさ載せてくれる時あるじゃんそれ見たらさあの キャラットの写真になってんだよねあでも今日は無事だねあ今日は大丈夫だ昨日とかキャラットになってる方が何人かいたんだよお入りに初めましての人も安心ですかうん、もちろん安心安全 <laughs> キャラット何年前だよいやそうなの昨日もその話したんだけどさ「あのラスさイの一番最後のやつになるなら分かるまだまだ分かるけどな,なんでキャラットっていうねそう <laughs> そのねな,なんでだろうね1階に生誕祭の看板出てたよあ本当なんかそうミックさんのホームページに載ってるのは知ってたんだけど。 会場にも出てたんだ嬉しいじゃあみんな当日記念に写真撮っといてね看板でも結局お正月に注文した近藤さんのアクリルスタンドも届かなそうなので済みましたあーそっかーまだ間に合わなかったかこんばんはー更新したら直ったあそうなんだ 大森リとクレステ・アガサのライブ前のルーティーンの違いああライブ前は一緒かも <laughs> あのステージ出たらあれのアガサだけどステージ裏までは自分なんで一緒ですね緊張しててメンバーに背中叩いてもらうっていうルーティーン毎回セナに叩いてもらってるね不純の時はあの ステージのカーテンカーテンカーテンじゃないねあの幕幕の裏でさら叩いてって,言ってなかなかに痛いからありがたい, <laughs> いや痛い方がねいいのよなんかよしってなるけ入るでも背中叩くのは P.B. の時からやっててずっと いや痛いのは嫌だけど普通はね <laughs> 普通は嫌なんだけどライブ前に背中叩いてもらうやつに関してはあの強めの方が気合い入るね結構みんな強めでって注文してる昨日起きたら LINE にキャラと送られててハテナでなった <laughs> <laughs> LINE に送られてたの配信してるよって。 背中叩くの前に任せてよえ、ちょっと怖いかもしんないい <laughs> ちょっと怖いなめっちゃい痛いかもしれないしでも PB の時ねあのみんな全員にやってもらったのかな最後のラストライブもうね背中真っ赤っかになっちゃってやばかったの。 で衣装がさあれなんか透けてるじゃん透けてるっていうかなんかこの前のさ PB 復活でも着たやつあれあれだったんだけどラストライブもなんか赤いのが分かるのね背中 <laughs> 本番前にさ「ね赤くなっちゃった」ってみんな言ってたでも若かった実際にそう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 もうね <laughs> やばかった叩かれすぎて 1 8 5センチ9 0キロの僕がお兄ちゃんの背中本気で叩きます <laughs> だいぶ怖いかもしれない <laughs> うんちょっと飛んでかないかな大丈夫かな確かにね肌が背中見えるやつだったらちょっともう下の方に叩いてもらわないといけない。 ビビの頃からファンですありがとう嬉しいですあら全員写真の時気づかなかったやかくなってるのあっあれかもね全員写真の時はもう時間経ってて治ったのかもしれない <laughs> 多分ちょっと時間経って落ち着いたのかもねたこ焼じいじ いい名前ですね PB の頃の思い出ありますかこんばんは強めの方が気合の入り方違うかなうんなんかね、弱めだともう一回注文するあ、もうちょっと強くていいよって言ってそうやっぱ でも本当にね、リオ結構ライブ前に絶対叩いてもらいたいかも。なんか緊張がほぐれる。デコピンいや、違う。デコピンじゃねえ、ダメだね。背中じゃないと。<laughs> 先端の背中ばっかりるかな,んなるなるなあーでもちょっとなんないように気をつけるけど。<laughs> 見えなければ大丈夫だね。 ラブコチでは円になってみんなで叩いてたね5人で前の人の背中を叩くっていう丸くなってそうなんかリオが背中叩いてもらいたい人だから勝手にみんなを巻き込んでたピエルリアルって何ピエルリアルってなんだ 叩き足りないとこない <laughs> そんなこと聞いてくるわけないしるちゃんも叩かれてたのそうだよただ叩かれてたのっていうのは変だけどみんなで気合入れしてたね5人でせーのンって感じでこ <laughs> んな感じでね乗馬用の無知で背中を叩いてもらう絶対に痛いし。 やばいね、後がそこそう。ピンクレディー生で見てたです。あ、そういうことか。あ、そうなの？すごいピンクレディーさん見てたんですね。それはすごい。<laughs> 結構よくさでもさなんか美容室だったら流してあげたい,ないとこないですかとかさかゆいとこないですかとかさあとなんだ整体とかマッサージでもマッサージだったら痛いとこないあ痛くないですかとか言われるんじゃん,なんか絶対にさいい言えないんだよねリオ「<laughs> 痛いです」とか「あ痒かゆいです」とか <laughs> 言えないんだよ言えるみんな <laughs> 言える系 リは言えないタイプです大丈夫ですって言っちゃう <laughs> 全然いつも我慢しちゃうね痛みとかああ実際そうだったことないなるほどね<笑><笑>やっぱ大丈夫ですって言うよねわ <laughs> かる髪洗ってもらうの気持ちいいかもっと洗ってほしいそれ,それはわかる 歯医者さんだっけあっそうなんだリ歯医者さんはまだ痛い治療したことないからわかんないけどそれで通いところ言う人おるのって聞いたらほとんどんおらん言うてたあっそうなんだじゃあやっぱみんな言わないよね痛いは言うんじゃないじゃんみんなそれこそ歯医者さんとかマッサージとか。 こんばんはハロー牛室の髪洗ってるときさもう終わっちゃったって気分になるんだよねいつもずっと洗ってほしい今日秋姫食べたよお口が幸せがお口に幸せが広がる味だったおお、わかる <laughs> 美味しいよね秋姫そう幸せ広がる味する本当に甘くて ラブコッチでは大森中村推しでしたあそうなのありがとう嬉しいこんばんはマッサージは我慢して痛みたいためにえ忍のぶ派です一緒ですリオも <laughs> 耐えるで結構さたまにさ痛くて我慢してたらさなんか顔に出ちゃってるらしくて「痛いですか?」って言われる <laughs> なんか眉間に試合をってたのか知らないけど目つぶってね なんかどうなってたか知らないんだけど自分の顔がなんか我慢してたけど顔に出ちゃってて多分「痛いですかね?」って言われて「あえっとちょっと」みたいななったことある <laughs> ちょっと気まずいね <laughs>「そう痛いですよね」ってそう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 ,そう言われた <laughs> あるよね顔に表情に出ちゃうっていう。 毎日美容師さんにシャンプーしてほしいそれなーわかる毎日美容師さんにシャンプーしてほしいしい髪の毛も乾かしてほしいよね <laughs> 贅沢言いすぎほんとにわかるあのシャンプー台でやってもらうのがねいいんだよね痛いとも意識にできんじゃうから気づくのかもそうだねそうかも。 言ってるお姉ちゃんの顔フェチ <laughs> あんまあんま,なあんまなくないあるか <laughs> あんまないと思ったけど <laughs> 子供もの時は我慢できたけど歯医者さんだけは無理なんよ逆に絶対子供産の方がさ痛いと思うけどさまあでもそうだよね幸せな痛みだもんねそれは歯医者さんは幸せな痛みじゃないもんねただ ただ痛いだもんね。痛い時の表情ね、むずいな。大丈夫かな。女の子でお風呂嫌いな子ってほとんどが髪乾か,かすのが嫌いな子だよね。そうだね、確かに確かに。なんかでも最近あので上京してきて。 わりと乾くの早いドライヤーを買ってだからマシにはなったけどそうだね髪の毛乾かすの本当に時間かかる人だからめんどくさいねもうずっと髪の毛ロングだからさ早く乾く気持ちが分かんないんだけどなんかショートの子は。 マジ楽だよって言うけどそうドライヤーね変わるほんと例えばさなんかホテルとか行った時にさついてるドライヤーとかだと結構時間かかっちゃうかもしれない、ね、何十分もうんでも前にどっか温泉行った時に あのなんだっけあれダイソンのドライヤーが置いてあって初めて使ったそこでおっすごいこんなところにダイソンのドライヤーがあるのってなって温泉にすごかったこたつに頭つくもないよえー、よくないでしょいやそりゃ髪の毛短かったら乾くかもだけどさすがにここまで長いとね無理だよ でこの時自分のドライヤー持ってくやっぱ持ってった方がねそうだよねなんか1人暮らしで家電に興味を持ち始めたり持ち始めたかなでもドライヤーとかに関してはそうああとりゅう最近ねヘアアイロンヘアアイロンとこてどっちも欲しいの新しいの買おうって思ってて新しいのを買い替えたいなって思っててでコテはねあのなんか最近 ななんだろうな韓国っぽいグレングリに巻かないけどおしゃれな巻き方したくてでもそれが太めの太,太めの固定がいいらしくて4 0ミリぐらいの結構太めの固定を買おうか迷ってて今そうあと普通にストレートアイロンも新しいのが欲しい今どれがいいのかなって悩んでる。 なんか種類めっちゃあるじゃんヘアアイロンとかもなんかどれがいいのかなって思うでっかでっかそうだね確かに4 0ミリって結構太いよね今使ってんの32だからさ紙巻くやつねえ今サロニア使ってんだよでもこれもう結構何年も使っててリオだからね買い替えたい気持ち ホテルのドライヤー、全然癖伸びなくてなく <laughs> あるあるだよねなんかリオもさなんか髪の毛パサパサになっちゃったってなるときあるよくでもそれはドライヤーだけじゃないかうん違うかも <laughs> センターさん前に言うのずるい <laughs> 確かにタイミングいやでも全然,全然の普通に最近あの本当に自分で買い替えなきゃなって思ってたところだった <laughs> 妹がさ新しいヘアアイロンをね使っててでもどこの音か分かんないけどで実家帰った時に自分のヘアアイロン持ってかないで荷物になるからそうお家にあるしって思って。 妹の,の借りてたんだけどなんかやっぱち違うんだよね新しいからか知らないけどリオのはもう何年も昔のだからか妹のやつなんかツヤンって感じがして前髪とかやったらえなんかこんなえ違うこんなアイロンによって違うのってなったねだからあー新しく買い替えないとなってなったねなんかねパサパサにならない感じがした アイロインの使うととやてになるよねえそう竜それが知らなくて今までそれに気づいたね妹の使ってうわえこんな違うのってなった <laughs> 今竜が持ってるやつトヤトヤにな,らないの <laughs> もうあの結構何年も使ってるので、まあ、壊れてるわけじゃないけどあのとやてやにはならないのでやっぱとやてやにしたいじゃん <laughs> 今髪伸びたんやそうだね結構伸びてきた妹もやっと伸びてきたねっていう話したこの前 <laughs> 生誕やっぱハーフスインなんだと思う <laughs> 買い替えたら古いやつ死物プレゼントよね <laughs> いやこれはいらないと思うよさすがにさすがにみんなもいらないと思うねハーフじゃないのそうだよねそうだと思うやっぱ <laughs> まあリオが一番好きな髪型ですね <laughs> 自分で盛れる髪型が あるんで。四の効果というやつね、あ、四効果。あ、へえ、ショートカット好きなんだ。オイルだけは。ロングの高めついが好き、あ、へえ、でもロングの高めついは本当にもう。ラスアイ終わってからやってない。うん。 あ、ドライヤーはあげないですよ、ドライヤーはこれお気に入りなんで <laughs> 早く乾くから電気屋さん一人で行ったりはしないかなうん電気屋さんも行かないかも消しゴムより嬉しいなーに何とこと言うの いや絶対消しゴムの方が価値あるようんまあ安定派普通によねきっとふふふふふふふ。<laughs> ドライヤーはいいよあの今リオが買い替えたいのはヘアアイロンうんヘアアイロン ストレートヘアアイロンが。買い替えたい。あとは。太めのコテを。買おうか悩んでる。百七十以上の更新っでショートカットの女が好きすぎるよね。ええー。でも、あんまりいないよね。でも。 170まあアイドルさんだったら少ないけどモデルさんとかだったらいっぱいいるけど使われずに眠ってた消しゴム家で使われてたヘアイロンのが始末にある <laughs> いやまあ確かにめっちゃ使ったけどヘアイロン消しゴムは無う梨が一生懸命もう何十年もかけて集めてきたやつだからねあねシャワーヘッドねそうあの知ってる 実家帰った時にヘアシャワーヘッド変わっててさあのミラブルみたいなミラブルみたいなやつあのミストみたいなミストにもできるさあれすごいね気持ちいいよねシャワーヘッドなんかそれで髪の毛とかミラブルみたいな何ミストみたいな ミスト系のシャワーで流すと髪の毛もなんか綺麗になるしらしいよ何十年はさすがに盛りすぎ <laughs> いや何十年だよ今 <laughs> 子ちゃん提案で変わったかなシャワーヘッドいやママ多分ママだと思う うん <laughs> 多分いやそれだわ知らんけど <laughs> 知らんけどかい消しゴムたちにりおちゃんの念を込めておいていやもうこもってるけどねすでにすで <laughs> にこもってはいるよだし実 帰ってくるときキャリーケースパンパンだけど頑張って詰めて持って帰ってきたからねみんなのためにミラブルはかなり気になってるいやいいみたいだよあのミストのやつやっぱお顔もさ直接当てられるしね ミストのやつだと昨日もメガネリオちゃん可愛かったありがとうアガサが喜びますわ無理しなくてよかったのにな、なにその絵文字ねなにそれ 本当に消しゴムに対する思いが強い <laughs>。いや、思い強いですよ <laughs>。やっぱね <laughs>。お疲れー、こんばんは。 おりさまこんばんはどうも思いが強すぎて受け止めきれない <laughs> あ、本当そんな受け止めきれないほどの <laughs> 大森さんとくりしてさんはそっくりさんですかどうかなでもなんかそうだねよく似てるって言われるかな <laughs> <laughs> ちょっとお水飲むわ。てか今日さあ,あてかりお最近ここ何年かお人になってからね花粉症の病院行くってなったら内科に行ってたの割といつもかかりつけのねかかりつけの内科に行って。 花粉症の薬もらってたんだけど今日行こうとしてた内科がお休みだったの火曜日定休日でやってなくてあ、どうしようかなって思った時にそうあのね今日は耳鼻科じゃなくてなんだっけ耳鼻咽喉 かジビインコウで合ってるのかあそう今日そこに行ったのねそう調べて花粉症って何,何かかなみたいな <laughs> そう内科でもいいって言ってたから今まで内科に出たんだけどジビイン科に今日行ったの 初めて東京の方のねお家の近くにあったところに行って行ったのそしたらさ中入ったらさめっちゃ超久しぶりの光景だったのなんか自備員化ってさえわかるなんかさいろいろ置いてあるじゃん器具が行ったことある人わかると思うんだけど普通のさ内科とは違うじゃん椅子もちょっと違くて いいろんな器具が置いたってえっ待ってこれ懐かしいんだけどってなってあのリオちっちゃい時に多分ママに耳鼻咽喉連れて行かれててその時も花粉症だったのかわかんないけど鼻鼻の鼻水吸われたりちっちゃい時にね。えなんか見てもらった後にやるやつもそうなんだけど見てもらう前の 先生の周りに置いてある器具あれがまず懐かしかったそうえっやばいこの光景覚えてるって思って本当にリアルに十何年ぶりに見てその光景をえうわっなるほどこれって耳鼻咽喉科だったんだって思って昔は何かとか知らずに行ってたんだけど耳鼻科でもあれがあるのかな耳鼻科そう 懐かしく、懐かしすぎて一人であのあここここだったんだってなったねでそれで終わった後にそう鼻に吸,吸入吸入もしたアレルギー抑えるやつみたいなこれも懐かしいって思いながら今日一人で病院で懐かしい 気持ちになったね <laughs> で結構子供とかが子供連れが多くてその病院でなんかちっちゃい子がな泣いてて鼻吸われてあーでもリおもこんな感じだったなーって思いながら一人で懐かしい気持ちになったね耳鼻科あそっか耳鼻科でいいのか普通に。 懐かしかしったね、本当に何歳だろう本当にでも本当に小学校低学年とか思ったうん幼稚園とかちっちゃかったと思う <laughs> 水それの気持ちいい <laughs> そんな本当ちっちゃい時はさやっぱ怖くてさ 泣いてたから泣いてる子ねいたいた今日もねみんな泣いてたよちっちゃい子花粉で目は痒くならないのいやりは目が一番やばいようん目の症状が一番つらいですって言ったでも毎回飲み薬とあのー、なんだっけ天ん薬と目薬をもらって帰る 鼻は意外と大丈夫なんだよね症状え今日も見てもらったけど鼻は大丈夫そうだねって言われてそう目,が目の方がやばくてーって今日から飲み始めるよちゃんとよく弟が鼻吸われて大泣きしたような見て爆笑してたやばい<笑><笑>あれちょ性格悪すぎる <laughs> おもろい <laughs> かわいそうに。 いや、お薬はね、もう飲み始めとかないと4月死ぬのでほんと3月いやもう既に来てんだよね花粉うん既に来てるけど耳鼻科は花屋などに直接薬塗ってくれるから治りが早い気がするそうなんだもうリオ超耳鼻科に行くの久しぶりすぎてあこんな感じかって 花粉症は、確かに耳鼻科に行くべきだって思ったね多分目薬とね点鼻薬は毎回一緒のやつで目み薬もこれ飲んだことあるやつだと思うでも花粉の時に飲んでた顔はあの忘れちゃったんだけどなんかアレルギーの薬って結構いろんな種類あるみたいじゃんあるらしくて「どれ飲んだことある?」って言われて。 昔はあとは他の覚えてなくてさ見たことあるやつを言っといたとりあえずでも今日はねあれぐらいじゃないんだけどね 困ったらカロナール飲めばいい違うよ <laughs> ダめだよそれはお熱が出た時だよ <laughs> ちゃんとあの高熱になった時に飲むんですそんなね <laughs> カロナールダメよ アレジオンって何だえっとあの買えるやつ普通に病院じゃなくてさあそうそう市販だよね聞いたことある梨央花粉症のお薬は毎回病院なんだよねそう 飲み薬だけじゃ追いつかないからまとめてもらっちゃうあ一胃腸炎になったってき言ってたね前天敵までしたらやばいマジか合わなかったんだね 本当の食べ物が通るとこが咽頭で、空気通るとこが喉。あ、へえ。耳鼻科咽頭、咽喉科。言いにくい。言いにくいね、これ。もう耳鼻科にしよう。待ち合室に置いてある本、読んでない。あったんかな。あったっけ。<laughs> 読んでない。 う薬見つかってから花粉症すごい楽になくなあやっぱさあるよね合うが合わないねえりゅうが今日もらったやつ合うかななんか言ってた今日行った病院の先生もさちゃんと合う薬を覚えといてねって 言われた合わない薬覚えても,でも意味ないから合う薬覚えといてって言われたね先生に「おーい」って <laughs> 子供多い病院だと飲んたんな絵本とか「懐かしい昔あったわリオが言ってるちっちゃい時に言ってた病院にも。 アラミストって天秤薬に出会ってから楽になりましたえ。そうなんだ天秤薬鼻ねいやリオはね。鼻より目だからさ鼻は割と大丈夫なんだよねいつも。いやむずむずはするんだけどね天秤薬してたらマシだよねでもこのさ病院でもらった目薬がさ 1>, 1日2回しかさせないのねそうリオはね痒い時にも刺したいからもどかしいだから痒い時に刺す用は結構リオ市販で買っちゃったりしてたね去年とか、うん、辛すぎてちょっとスースーする目薬を市販で買って毎年使ってるかもしれない お薬手帳最近アプ,リだよリオアプリでやってるね QR 読み込むやつ楽だねマミはまだチャンピオン <laughs> おもろいいやどうだろう目かゆがってるの見ないよ最近は昔はそうかもしれないけどチャンピオンじゃないかもしれない <laughs> <laughs> ママと妹はね鼻が辛いイメージだねり林ちゃんって裸眼なの普段は裸眼だよ目いいんだよねリオ弁当の時とかはコンタクトするけど基本目はいいので裸眼ですね QR コード慣れると手帳に戻れないいやー間違いないそれな楽ちんだよ目がかゆいと眼球を取り出して洗いたくなるそれね無理よね花粉の季節になったら毎年それ言ってるほんと新チャンピオンにならないようにねほんとだよねつらいよママはね子供産んで体質変わって らしいつ変わって治ったんだってチャンピオンが <laughs> らしいそれで目とか痒くなくなったんだね鼻になったんだ <laughs> 子供に花粉症うしたんか <laughs> 確かに移 <laughs> された代わりに目めっちゃ痒いもん <laughs> しんどいだからだ やっっぱりめんどくてってない本当結構楽だけどねその場でね読み取るだけだからこっそり報告今生誕さんに申し込みましたここへ迷ってたわけじゃなく忘れて申し込んでなかったえっそうだったのよかった思い出してくれてありがとうよかったよかった <laughs> 危なかったね迷ってたわけじゃなく行こうとしてたけど 取れてなかったら悲しいからよかった。気をつけてね。二十歳の時視力2.0から0.3まで下がった。え、そうなの？リオは今二十二歳だけど、未だに目は多分いいと思うな。 何でさ視力下がったのそれ何きっかけ勉強のしすぎとかゲームのしすぎとかあるのでも目悪いのってさ大変だよねきっとリオのママ目めっちゃ悪いんだけどさうん目悪いのはあの 大変だから、目悪くならないようにって言われる。花粉で目痒くなると、コンタクトつけられなくなるから、辛い。え、なんか、逆に裸眼の時の方が痒いって思っちゃうんだよね、最近。逆にね。あの、コンタクトでカバーしてくれてるかなって。だって。裸眼の日に出歩いてる時の方が痒く感じる。 そんなことあるいやわかんないわ <laughs> かんないないかもしれないいやわかんない <laughs> よくわからんけど中2の時に1.5からス出て作業したえー、そうなんだ花粉症対策で眼鏡かけるのもありかもあえっと私あの花粉眼鏡 毎年つけておりますすみません <laughs> あの本当によくメンバーに笑われましたね花粉メガネをつけていて <laughs> ガチじゃんっていつもめっちゃ笑われるいやガチなんだよってなる <laughs> ここまでしないとねいけないのってでも確かに笑いたくなる見た目してるもんねあゴーグルみたいなやつそう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  コンタクトついてるとえっ、ー、どういうことどういうことどういうことそれやばい眼球触ってたってことパスワード忘れてログインできなかったから今日になりましたそういうことかよくあるよねパスワード忘れちゃうこと。りおはメモにねいろんなパスワードを残してる。 ほぼ、いつも一緒にするんだけどね、パスは基本的に <laughs> ステージで強烈な光を浴びたり台本をじっと読み込んだりしてても少しも悪くならないのすごい確かにリオ、ほんとにめちゃめちゃ目悪い悪くなってもいいような生活はしてるんだけど正直多分ずっと携帯見てたりさ でもね、今のところ平気 <laughs> おしゃれな花粉メガネ欲しいエリオさ、去年だっけあのー、ちょっとおしゃれな花粉メガネ買ったんだよね取り外しできるやつ、ね、エリオどこやったっけ <laughs> やばい去年買ったさ花粉メガネどこやったっけ どううしようどこやったかな <laughs> 覚えてないやばい多分どっかにねしまってあるんだろうけどそれが思い出せないねえー、どこにあるんだろう最後に視力測ったのいつえ覚えてないしばらく測ってないかもどうかなあでも 免許取る時測ったよね絶対にでもその時は2.0だった気がするねえどこやったっけ花粉眼鏡探さないとねあれ結構お気に入りだったのにちょっとおしゃれみがあって。 なんかレンズ取り外しできるから伊達目とかにもできるんで免許更新あ免許更新ねりょういつかな <laughs> その時やるかないやさすがに今2.0じゃないかな1.5とかになってる可能性はある全然。 いや全然いいけどね今今目いいけどまだ東京に持ってきてるんえ去年東京で買ったんだよそうあのー、玉読みの稽古期間の時だったかなちょうど春で去年じゃないね去年じゃないかあれいやでももうじもう状況はしてた気がする もう上級してた気,気がするあ、してないあれちょっと待って玉読みの時はしてないじゃんね全然あ買ったのはおととしだけど去年も使ってたのかなそうかもきょうん買ったのはおととしで去年も使ってたんだ 視力1.5までしか測れないのが大きいがするああ本当？最近そうじゃあ1.5でも1.5が一番いいってことになるねレンズ外したら花粉入り放題だよだから外せないけどね花粉じゃない時期にもだから使えるってことレンズ外せばだて目としてね でもどこ行っちゃったか分かんないそれが <laughs> 免許更新を初回の免許更新3年後の誕生日くらいえー、リオは何歳の時に撮ったっけ二十歳えだとしたら来年じゃんもう オンデイズそれなんて読むんだっけそれだっけなんかでもりおさ教えたよねどこのメガネって花粉メガネあオンデーズって言うんだオンデーズそうだっけ あさすがに切れてないよ全然 <laughs> もうだって免許早く写真変えたくてしょうがないってずっと言ってるからねさすがに切れるはずはないありオゴールド免許になると思いますね <laughs> このまま免許センター行かなきゃいけないの本当にめんどくさいんだけどどうしよう <laughs> 本当にねえ 本当に面倒くさいですね。遠いし、お家から、ち実家から。本デースだったのかな、龍が勝ったやつって。 でもなんか確かに英語英語だったのを覚えてるそうかもああそうかもしれない花粉眼鏡そうかもツーウェイってやつねそうかもしれないああそうだこれだ取り外しできるやつ よく覚えてたね記憶力すご眼鏡見つからなかったらピンチじゃんピンチだよどうしよう <laughs> でまず実家にあるのかこのお家にあるのかが分かんないいやでもこっちこっちにあると思うんだよねリオの予想うんこのね 去年使ってるからこっちにあると思うんだけどもどこにしまったかうん。<laughs> ファミュースタ TV の取材の時何歳だろうかあの時 <laughs> 覚えてないこっちに来て2回目の春だしこっちにあるんじゃないそうなのそうなの去年ねこっちでね使ってた記憶めっちゃあるのりなんかりオよくさカバンあのー、買ったかけじゃなくて なんかいろいろ荷物入れる時のカバンを服装によって変えるからたまにねカバンの中に入ってるってこともあんのよ使ってたやつがねなんかそういう可能性もあるかもしれない取り出すのを忘れちゃってうん <laughs> あるあるといいな探してみるあ、なんかあそこにありそう <laughs> リップとか鏡とかよくあるえ、ね、そうなのあるよね、リオもよくあるあ、カバン変えたからあれないとかなることある も本当に花粉症なかったらすごい春好きなんだよね花粉症のせいでもあの春があんまり好きじゃないっていういや好きなんだけど好きじゃない花粉のせいで <laughs> 気温もちょうどいいし桜も大好きだしお花見とかねめちゃめちゃしたいそうお花見すごいしたいのにできないんだよね花粉症だからでも去年はセナと一緒に りんご飴食べたの懐かしいのお花見お花見っていうかまあ桜見に行ってなんだかんだ桜の写真は毎年載せてるもんね梨央あの時初めてセナと二人で遊んだ去年 沖縄に移住したら花粉症ならだよ <laughs> でも移住できないじゃんね実際眼鏡ないこれは大事件なの <laughs> 大事件大事件まだまだ大丈夫だけど本格的に花粉の季節になったらやばい目黒川ね行ったことないのよ未だに そうま上京して2回目の春なんだけど今年は行けたらいいななんかお仕事で中目黒だっけその辺をねキャリーを持って通ったことはあるんだよ多分でもあのがっつり有名なさ目黒川の通りあるじゃんあそこには行ってない多分うんあれあの通りじゃないけど他の通りは通ったことある 体調大丈夫だよ、リオ。元気よ。ん当にリオがねお熱出す時は流行りのコロナとかしかないと思うよお熱出る時はそれ以外は全く本当に体調崩さないんで。 黒川あのさインスタでよく見るんだけどさいちごのさあれ何お酒シャンパンみたいな入れ物に入ってるさ炭酸にさいちごのってるやつおしゃれなやつあるじゃんよくインスタで見かける見かけんだけどあれ何なのジュースあれね買ってみたい。 ネオカステの時ねコロナ <laughs> そうだよんかガチでリアルにコロナじゃないと熱出ないまあコロナはもうしょうがないじゃんインフルとかコロナはもう周りに周りのかかってさもうそれはもうどうしようもできないんだけどあのそういうのがないと本当にお熱出ないはい超健康 ここれは結構自慢できることかなって思うね <laughs> めったに体調崩さないからコロナ2回かコロナ2回だねうんご家族や妹も子もあまり体調崩さないのかなそうだね結構みんなあんまお熱出すことないかもしれないねそうまた流行ってるから気をつけないとね 気づかないのも仕方ないよ。いやいやいや。気づかないことはないけど。<laughs> <laughs> そう、風邪引かないんだよね。あいり、大丈夫かな。ね。<laughs> 去年の夏。去年の夏、オイリアと同じタイミングでコロナになりました。ヨガせ行かなかったの、悲しかった。いや、でも、りもめっちゃ悲しかったし、超悔しかった。ライブ出れなかったの。うん。 なんかその熱でライブとか休むの初めてだったからさマジかーってなったね朝起きて熱あってはーってなった俺もコロナ2回になって1回入院した嘘でしょ重症だったんだねめったに体調を崩さないし締め切りもちゃんと守るし超優秀だよね <laughs> そうでしょ意外とねアンのロリータおもろいいやめっちゃおもろかったあれはもう一人でねお家でね笑ってた <laughs> かわいいってたまにはそんな日があっていいよアンのごしろりよかったしそうだね <laughs> めったに聞けなかったし聞けないだろうしねだからさあれがあってからさ 双葉にさもう絶対休まないでねって言われた <laughs> 二度と休まないでって <laughs> めっちゃおもろい <laughs> またやってほしいな <laughs> それってメリーが絶対コール呼びかけてた時のやつあそうそう、それも嬉しかったねなんかアガサがいない時でもそのコールをやってくれてるのがすごく嬉しかった 長さちゃんいなくて寂しかったけどオリオンズみんなで盛り上がったよねそうみんながねあのコールあの何名前コールしてくれてるのも動画で見たしちゃんとほんとオリオンちゃんって優秀だと思うよ <laughs> ありがとうね タバにレスもらうまでファム頑張らないとえ、なんでファムでなんかあるのどっかレスもらえるとこがフタバじゃない、あんだけど <laughs> オイリオのソロがたくさん聞けるの嬉しいです本当ありがとうオイリオにあって熱を出すのは病気ですかねえーっと恋の病恋の病 っていう病気ですかねもしあってうねつ出たら恋の病っていうものですねきっと <laughs> どんな経緯で案に大役が回ったのそれは分かんないリオも <laughs> ねっりゅも知らなくてそれは動画で双葉がやったんだって思って。 <laughs> ハモの始まりの始まりあ、あーねあンのソロパートあああ、そうなんだ <laughs> めっちゃ指さしてんだえ、てか、でってかめっちゃ指さしてるってことは絶対に気づいてるよね、じゃあ 10年アイドルやってるのにスキャンダルも何もないのマジですごいと思ったしファン思いだなってあうしいいやでもなんか当たり前だと思ってなんか活動してきたからそうだね何も本当にアイドル <laughs> そうだね本気でやってたからねずっとファンの方がいてこその活動なんで。 リオは辛いリオは辛いそうだね、リオは辛いだな六時半のバスあ、六時半のバスなの結構、ギリだね確かにチェキあそうだね、ギリかもね確かに そのパートの時はるか彼方見てるから気づいてるかからん <laughs> そういうこと <laughs> いやでもはるか彼方見てても見えるなんか目の前にいたら見えると思うんだよね視界に入ってくる気がするけどどうだろう <laughs> ちょっと踊りたいですね本当にせっかくだからね絶対にライブ押さないように気をつけなきゃ <laughs> なんか時計見れないじゃん時計見れないから大丈夫かな うん女王が多いけど不正の時ほどいないメンバーの名前叫んでますお素敵届いてるよその思いあ,あ全部全部「リオのせいだよ」<laughs> アディオンズ皆さん優しいのでスタッフさんに言えば順番譲ってくれると思いますようんあのほんと帰る時間とかがねあれだったら写真とか先にしてもらえるみたいだからね衣装は衣装ですよ <laughs> 衣装は衣装生誕祭に作られる作られた衣装だね 明日完成形が届くらしいからもう一回きよっかな衣装前回一回来たけど明日振り入れだそう明日あそうだ明日めっちゃ早いんだった朝やばいそうだった頑張るるぜ 日の日曜日とある用事で池袋行くけど恋の山にかかりそうかな両患いにかかっちゃい <laughs> 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 歌い始めると「ライライライ歌わないが不安になる」「我」とか奥さんが歌いそうになってて危なかったアハハねほんとにやりそうなんだよな <laughs> やりそうすぎる <laughs> いやほんとねうん特にその2人は歌っちゃいそうな感じはリオもしますよ <laughs> ただ多分リオはそういうのないから安心してほしいかな <laughs> 歌いそうになることはあるけど の <laughs> セリフ驚かないないんで驚いたよ <laughs> もうりはさ朝方寝るからさ割といやでも今日朝方寝たら本当に終わると思うのでさすがにゆうちゃん来れないよ <laughs> 歌いそうになった曲はライライライでしょ リオ思い直す、お薬。ええ、なんだろう。えっと。会いに来ること <laughs>。会いに来て。リオ患い、リオ患いになり。会いに来て、リオ患いを直す。っていう、ちょっと意味のわからない <laughs>。二時ぐらい寝れそう。いや、どうかな。いや、でも、今日まだお風呂入ってないからね。 ちょっと見てみうん未知数未知数うんわかんない眠くてセリフや振り付け覚えられない時あるある <laughs> 全然ある <laughs> あるよー、まあ、振り入れの時は本当に集中しないといけない ゲストさんは毎回ねその子の,あのグッズで出したものを着てるねだからきっとみんなもリオのパーカーを着てくれるはず。 ちょっと抜けてお風呂入ってきたよおーおかえりいいねいいね、ま、た生誕さんの時みんなちゃんと衣装着てたよで、ね、あっ懐かしいあれねでもあれあれだよねなんかあの,ー、あのいつ着たやつだっけあれえっと サンリオだっけ明日何時起きかねぇえ,え、朝五時五時はやばいねうん、リオがいつも寝る時間 振り入れすると歌詞覚えられることあーでもなんかその振りが歌詞に沿ってたら歌詞も覚えられる時あるかもなんか分かるそういうのはあるか遅くて四時起き四時寝じゃなくて四時起き遅くて四時起きって早くて何時起きよ この前の日曜日はほのぴーと会ってきたから2週続けてラブコーチのメンバーに会うことになるあっいいねいいなりおもね会いたいわそっか確かにほのちゃんとなっちゃんもいたしねおいりお前めろチームだったねそうりおは前めろチームだった嬉しいりお前めろめっちゃ好きだからさ、うん、昔 中学校の時とかマイメロ大好きすぎてやばかった <laughs> やばい足しびれた足しびれたんだがなんか早くて2時起きええー、やばいねマジなんなら2時まで配信してたし昨日 <laughs> やばい もう一人なっちゃんだったのねほのちゃんの生誕でしょなっちゃんだよそうそうゲストのスカートをお由が決めたあそう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 合うかなうん まだ合わせてるところはね見てないんだけどやっぱ足しびれてる、うん、<laughs> だし太もも筋肉痛だし謎に明日振り入れしたらさらに筋肉痛になっちゃうんじゃないイんマイメロ好きャメンヘラってあね言うよね <laughs> 森ちゃんまさか、いや、リオね、メヘラじゃない <laughs> そう前村好きはメいひってすごい聞くんだけどあのー、そうじゃないのでリオはそうだからねそうじゃない人もいる中にはきっとトートバッグはあのね抽選だね抽選で当たった人が買えるよ っていうトートバッグ。そうなの。うん、ホイホイの方やから。<laughs> ねメンヘラほいほいね,ほいほいね <laughs> ああそうほのちゃん呼びたかったんだけどそうそう呼べなかったね。 のの画像の根っこはマイメロですかマイ <laughs> メロではないないかな <laughs> ほのぴーも声かかったけど事務所違うから NG になったってツイッチ配信で言ってたあそうなんだほのちゃんも言ってたんだねそうあほんとに LINE したんだよガチでガチでリアルにもうあの出てもらうつもりでいたんだけど大泣きですへえ <laughs> あ、クロミちゃん好きなんだ <laughs> そうなんだねトートバッグ何個作ったんだろうわかんない何個作ったんだろうねいや、自分用とか家族用とかあんのかわかんないまず <laughs> 何なんだろう シナモンも好き三流かわいいよね。<laughs> メンヘラってなんどういう感じ そうかかみたいな感じか <laughs> アサルトリリーで,でもほんとにリオはメンヘラとほ程遠い自分は程遠い気がする性格が22個あっそう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 だもん皆さんそう22個ですトートバッグそうそう。 抽選はね、二十二個、二十二歳だから二十二個になった。<laughs> セーターサイズプラス以外のメンバーはダメなの？他のフジのメンバーも。うーん、まあ今回はね、なんかそういう感じらしい。みんなそうしてるから。 いつもね、見に来てくれるねメンバーは毎回。えっとト、ね、トートバッグにサインは入ってない入ってなくてもしトートバッグ当たった方でサインが欲しいってなったら私物サインの時にあのー、私物サインの時だったら全然書く。そう あの出したグッズにサイン書くのはねあのなんだっけブロマイド以外書けるブロマイドはもともとサイン入りが何枚か入ってるからブロマイドにサインはできないんだけどアクスタとかアクキーとかパーカーでもいいしそ,うだ、ね、それこそトートバッグでもいいしって感じかな不審メンバーは事務所違う子いるよもちろん3人違うよ 中のニュースで世界一検索された日本語がメンヘラらしいあ、そうなんだやっぱさメンヘラとはってみんな思うってことそれで調べんのかな <laughs> 以前言ってた声がガチガチのメンヘラすぎていろいろとすごすぎたからおゅうちゃんやしあそうなんだあへえメンヘラでもアイドルアイドルやってたら多いのかもしれないね意外と。 あのね新幹線のチケットね吸い取られちゃうからね <laughs> 改札にそうそう <laughs> あ外国人が検索してるそうなんだなるほどね確かに分かんないもんね っていうかリオささこの前さなんだっけ最近さ MBTI のなんかいろんななんだっけなんかさどれがどのくらい入ってるかみたいな MBTI ができるんだよなんだっけあれ調べてみる割合なんか割合 が見れるやつ割合だっけ何あれちょっと待ってね調べるわ割合じゃなくて何なんて言うんだっけあれプレゼントなんだ あれ何？M B T I のさ、どれが何パーセントとかなるやつ。ティックトックでね知って、ああったティックトック。にこれ。 なんかね、最近ねあるのよ割合が見れるやつそれやったらさりよね <laughs> なんか <laughs> いやもともと最初 ESFP で ENFP になってそう ENFP になったって思ってたんだけどなんか、割合見れるやつをやってみたら ESFP エンターテイナーに戻ってましてねあえー、どういうことみたいなあの <laughs>。 結局どっちだろうって感じなんだけど <laughs> まあ結局 E、F、P E と F と P は変わりないんだけど N か S かっていうことでで、N と S はね、なんだっけな何、リオスクショしたんだよあ、直感か感覚かリオって直感か感覚どっち どっちだろう直感か感覚かの割合の話ででもこれも60%だからなんかまあどっちもどっちでもって感じだよねまあ50%じゃないけどなんか新しくそのやったやつでは感覚が60%で直感が40%だからまあだから S になったんだけど ESFP うん。 だからどっちだろうってまあほぼ同じ意味だよねそうなんだよそうだから別にどっちでもいっかもうなんかどっちもだよね細かく分かるのやってみたいえそう細かく分かるのやってほしい例えば ENFP が一番多くてみたいな ESFPINTJ が一番少なくてみたいなそういうねやつがあるの最近直感と感覚一緒だよねほぼでも E. S. F. P. になったんだけど。リまあ、どっちもど,どっちもってことで <laughs>。でもね、あのさ。い、e、いと愛あるじゃん、最初、外交的か内向的。外交的がね、七十一パーセントかな、これ。あ、違う、八十パーだった。うん。外交的八十パーで内交、内向的十九でしたね。もう。圧倒的。 外交的まあそれは分かってる <laughs> いいから愛に変わることは絶対にないと思う生きてて <laughs> ねめっちゃ外交的だよね <laughs> ほぼもうあ系統は一緒だよ ESFP も ENFP もうん ESFP はね社交的かつ活動的であり受容的で親切かつ楽観的だ現実的で親切であるどんな状況でもうまく適応し受容力が強く社交的だ周囲の人や起こることについて関心が高く人や物事を扱う現実的な常識が豊富へえまあ何かわかるようなって感じわかるような。 難しい言葉でわからないところもある人を喜ばせるサプライズショーを準備しながら楽しむまあ <laughs> サプライズが好きってことね相手を選ばず自分の話を誰にでもよく打ち明ける <laughs> 無計画で初動的な旅行を楽しむ ストトレートに行って興奮しやすく声が大きい <laughs> 何それ <laughs> 家にいると無気力な感じがするため休みの日はほとんど外出する <laughs> えもう当たりすぎてんだけどそれな <laughs> 情が深く物忘れが激しい断ることが下手だよく食べてよく寝て考え方が単純だあ <laughs> <laughs> 一人でいることを辛く感じるえやばくないなんか全部当たっててさウケるんだけど。 当たりすすぎてますね、本当にああ美咲ちゃんの MVTI 気になる確かにでもね予想できる気がするいやでも当たってるやばい ね、この表のやつみんなにやってほしいんだけどなんて名前あテストハロだって名前テストハロテストハロって調べてみてテストハロテストハロテストハロ MBTI あこれこれこれテストハロの MBTI であのあこれだ性格類型検査それで いろんなのがわかるあーこれだ67項目だってだからめっちゃ長いやつに比べたら短いけど。 S, S は現実的 N は妄想的らしいあそうなのだからもうなんか理由どっちもなんだよね ESFP でもあるし ENFP でもあるどっちもだほぼ似てるどっちも性格似てますねあんまり寝れてない気もするけどあ確かにねあんまり寝れてはいない検査時間約10分のやつそうそうそうだからあの 割と早くできちゃうやつだねなんかリオは書いてある日本語が難しすぎて調べながらやってたからもしかしたら10分以上かかったかもなんだけどそう短いでしょだからよかったらやってみてそれで割合送って <laughs> ちなみにリオの表はね INTJ がねめっ一番ねあの違うらしい。 一番自分と違うやつめちゃ内向的じゃんって思われるかもくれない <laughs> え全然 <laughs> そんなこと思わないけど <laughs> あねえねえリオのじゃミ見せてあげかラジオだから写真にできるしリオの表 表っていうかこれなんていうのこういう分析みたいなやつあー見えないなんか見にくいちょっと待って画像のサイズ変えたら分かる画像のサイズを加工で変えてきますわそのうちにみんな質問でもやっててえー、っとうーん何 グラフこれグラフっていうのかなグラフなんか円になっててさ形変わるやつえなんかアプリぐるぐるしてて時間かかりそうなん,でなんでなんでなんでで、なんか時間かかるんだけど全然できない。 MBTI って新しい経験したりすると変化するらしいあー確かにね変わったりするよねテストハロー MBTI そうそれで調べたらできるよこれ面白い結構ねえなんかこのアプリ使えないな調子悪いね画像作りたいのに。 もう、どうしたらいいこういうのなんか苦手なんだよね LINE カメラでも使ってみようかなうんこれで ねや,やり方わかんないどうしたらいいのねっできない <laughs> やり方分からすぎて困ってる待って待って待ってどうしたらいいのあこういうこと頑張るちょっと待っててねごめんね 頑張れ,頑張れあできそうだよあできそうできそうできそうあいいんじゃないあんにょん67項目のやつですかそうそうそうレーダーチャートのことレーダーチャートっていうんかな今日のこと。 あレーダーチャートかももう画像変えできるわいけるいける <laughs> じゃんこれでしたねこれでさ、うん、めっちゃ ESFP になってるしで ENFP も2番目に近いじゃんすごいでしょこれこれ面白いよねこれぜひやってほしいみんな で、愛がねもうあの、INTJ がね一番違うらしいやっぱ ESFP か ENFP なんだな <laughs> おもろいよねこれ。 ミミちゃんと真逆あ、そうそううミミちゃんと MVTI 真逆なのでも今回の結果が ESFP だったから S だけ一緒になったかもしれないミミちゃんはね ISTJ あでも待ってリオ ISTJ 全然 <laughs> ちっちゃいちっちゃいっていうかほぼないあんま <laughs> 真逆だね めちゃめちゃ真逆だ T か F は感情と思考らしい 考えるかか感情か、まあ、これは感情だよね理央絶対うん74%感情だもんそれで J と P が判断と認識認識が64%だね とりあえずスクショしといた後で自分のと比べるみよう,うん、ぜひみんなのも気になるから教えてね確かにこれ見ると E 〇 FP は確定だねそうなのでしょ EN か ES かどっちかだねまあどっちもですわ S と N が似てるからね お題の日本語難しい、でしょなんかリオもさ日本語が難しすぎてさめっちゃ調べたもんえどういうことってめっちゃむずい夢が現実世界と実験に重点置かれてる結構えでねでねね,ね,ね,ね待ってねリオ、それさリオも意味わかんなすぎてさ数分考えたどういう意味これって同じ質問 でリオもそれさ意味わかんないんだよねどういうこといまだにわかんない意味わかんないよねこの質問意味わかる人いるかな夢が現実世界とじじ,じうん適当でいいよ <laughs> でリオも考えた結果意味わかんなくてなんか真ん中にした気がするわからないみたいなどっちでもないみたいな意味がわからないよねほんとほんとにわかんない 夢が現実世界とじ、事件に重点置かれてる傾向。え、何回読んでもわかんない。何回読んでもわかんない。ENFP <laughs>。ジャンナダルク。EN、ん間違えた。INFP。INFP か。あ、でも、愛だけだね。内向的か外向的かの違いだね。いわば外向的なんで。 愛はない公的らしい適当でいいやったとこが今 VTR 今表れてんじゃんそれな <laughs> いやでもちゃんとリードね調べながらやったんでわかんない日本語あったらうん何個かわかんない質問あった時はとりあえず真ん中にしたねそうとりあえず真ん中にしとけばさいいよね やばい目かゆい夢が現実的ですかって意味そういう意味えだったらさそうやって書いてほしいよねもしそれなら <laughs> なんでこんなに分かりにくい日本語難しいよあ今みんなや,やってるのかな m b t i 診断 <laughs> INTJINTJ 待ってリオと違うあ待ってリオが一番ちっちゃいやつじゃんリオが一番ないやつだへえー、今3821な頑張れ頑張れ頑張れみんなもう早く帰ってきてほしいから頑張ってみんな 内向88で草生えた <laughs> やばいリオと逆だね <laughs> そうなんだでもどでも愛の方が多いんじゃなかったそんなことないかな人間って診断してるしてるから横領にかまってあげられなくてごめんねいやそうなんだよね早くねみんな帰ってこないかなって思ってる やっと五十五、頑張れ。韓国語直訳だからじゃない、ああそっかもね、そうかも。今日はあこれちょっとリュウ翻訳してこよう。韓国のファンの方。 今日1日の過ごしたえー、っと今日はね寝たり病院行ったりしたおぬるんおぬるーんえー、病院行ったってなんて言うんだろうかわかんないなあかん三十分からんあ質問の意味 いやわかんなときはね真ん中にしときなビョンウォンあっビョンウォンおねるのビョンウォンいっさよ違う待ってレッツゴーホスピタル <laughs> 韓国語じゃないねうん ガッソよガッソよ両方音ガッソよ,ヨガッソよ質問理解するの時間かかって疲れてきたわかるわかるわ <laughs> かるよその気持ち INFP お NFP は一緒ねまい、あ、りオこれ今回 S だったけどさとりあえず終わったので画像 DM したお あ、INFP 多いね3人目だこここの配信ででも夏行 INFP めっちゃわかるそういえばジェミオン田中じゃなくなってる <laughs> 一日、やっぱ田中 田中はあんまりだった <laughs> 白い力持ちうどんの誘惑と戦ってる <laughs> 誘惑ねー、ほんとにだよ白い力持ちうどんは誘惑ありまくるよ りは田中ジェミョン結構好きだったよ。美味しかった。<laughs> いや、美味しいよね。りはもう串焼き、田中。串焼き違う、串、あれ?。串揚げ田中なんだ、なんて名前だっけ、あれ?。串カツ、あ、串カツだ, <laughs> だ。串カツだ。串カツ田中好きだよ。 <laughs> 串カツ田中もう結構行ってないなぁ何でもあーすごい人によってやっぱ形が全然違うね。 55問目部屋が人でいっぱいの場合部屋の中心よりカメラ近くのが安心しますって <laughs> なんかさ面白いよね質問 <laughs> この前の舞台「サルトリリー」の終了後田中言ったわあそうなんだいいねなんかいっぱい食べれていいよねいろんな串カツチーズ クシカツ、モッツァレラチーズ串カツとか好きなんでこっちに戻ってきたくなったそうい、って戻ってきたり質問をしたり大粒かきえそんなのあったのいいねいいなかき食べた今52問目えもうすぐじゃない確か 60何問だっけ67だっけ白子食べたいわリオ今白子誰かが白子乗せてたから白子食べたくなったオーディオ ENFPT と ENFPSA どっちだったリオ絶対に A だよ今回は ESFPA だったもん ESFP の A で今回が 前やった時は ENFPA どっちみちね絶対に A なのなんかねあそういえばね我とセナも ENFP なの一緒だったのよそうで二人は T だったのでりオだけ A なのでも分かるって言われた我に「もう無料絶対 A だよね」って 変わったけど絶対間違ったよ私がいいなわけなさすぎるえ、いいだったの <laughs> え、変わったんじゃないじゃあもしかして EMFP なの <laughs> ガチ <laughs> 本当 <laughs> おもろい <laughs> 一緒じゃんか <laughs> いやリオは今回 ESFP だったけどどっちもどっちも入ってるからリオは e n ESFP でも一緒じゃないよね。一緒じゃない気がする。一緒ではなさそう。55問までああ、<laughs> 言えてなかった。55問目。あとちょっとじゃん。頑張ってよ。ISTP。へー。リオは ISTP どこあ、割とちっちゃいな、リオ。ISTP。INFP。INFP4 人目だ。 愛はさ、あれだよね。あの、めっちゃ親しくなったら、メスを出すみたいなさ、なんか、うん、そんな感じじゃないいい、e、は結構誰とでも喋れる。初対面の人でもめっちゃ喋れるみたいな。で、愛は、人見知りとかするし、あんまり関わりないと、そんな喋れないけど、超仲良くなったら、めっちゃ喋れるみたいなのが愛だよね。 ESTP だったね、ENTP になった。あ、S と T 変わったんだ。あ、S と N 変わったんだ。リオも S と N 変わったからさ、一緒だね。あ、逆だけど。リオは N から S になったんだけど。でもさ、さっき言ったんだけど、S と N ほぼなんか一緒だからさ、<laughs> もうどっちでもいいんだよ <laughs> e。E、e ル t p だね、だからタイは <laughs>。どっち、どっちも。私も ESFP。 ESTP? <laughs> あ間違えた ESFP? <laughs> 一緒だね A か T の違いじゃん ENTP の発明かうん ENTP あでもリオまあまあちっちゃい子昔の配信の雰囲気だとチョウもアイカンあったあった <laughs> 本当はいいなのにね <laughs> 配信だった あの、かしこまっちゃってみんな送ってるらしいから俺も DM 送っといた見とくね「E」が51あーでも半々じゃんめっちゃなるほどね確かに実質「I」でもあるよリオは E がもう88だあ、なんだっけ8081だからもうほぼ「E」なんだよね E、<laughs> リオよりリオ以上に外交的だ <laughs> すごいねめちゃめちゃ外交的じゃん一緒だね明日も仕事なので寝れますおやすみタイはめっちゃいいそうなんだわかるんだやっぱり一緒にいるとん <laughs> めっちゃ内向的だったな72うーん内向的の方だね72あみんな送ってくれて可愛いねインスタにえ面白い形してるねこれ ENFP ええ F と P 一緒発明家型う,ーんうんうん めっちゃいいだわ。本 <laughs> 当これ見ると。みんな形が違くて面白い。えー。あー白い力持ち写真見ると受け食べたくなる。めっちゃ右に傾いって泣いた。ね右傾いってたね。えでもいいいいじゃんね別に。<laughs> ミキペディア型って難しいね日本語大いなければ会話になじめてなかった説まであるえすごいめちゃめちゃあれだねじゃあありがとうって感じ <laughs> 感謝してるぜって T はセナちゃんと我と同じそうセナと我も ENFP の T 理は AA と T の違いってなんだっけ あ身長型と自己主張型だって T はネガティブ思考 A はポジティブ思考うん、ポジティブだから A だわ絶対 <laughs> 絶対的にうんストレスに強い周りの感情を思いやる 批判あまりしない協力的な関係を築く過去の行動では選択について多くを考えないうーんん T は「緊張しやすい」「自分の心に敏感」「寂しがりや」「感情の気丈が激しい」とかだって A と T の違いね。 当たってるめっちゃネガティブだえネガティブなんだ本当。自分だけだとしんどいかりおちゃんにも <laughs> 仲間にしたな <laughs> ENFPA は外交的で社交的一方で ENFP は内向的なるほどね愛とい、e、い E、が絶対的的に外向的っていうわけではないんね最後のさあ A か T によって内向的か外向的か分かれるんだね INTJ だった INTJ あありようめっちゃちっちゃいやつだんー指導者型 INTJ いい、e、いい、e、いい、e、なん ?ENTJENTJ ってどこああでも りょちっちゃいねリュウの DJ <laughs> あ,あれいい、e、なの愛じゃなくて手裏剣みたいな形しとる <laughs> 本当 <laughs> みんな形違うよこれ本当に <laughs> クソインキャって言われて気がつついた <laughs> いや言ってない言ってない 言ってないけどさ、愛のイメージあった。自分でも言ってなかったいいじゃないって。変わったんじゃないじゃあ。ね。変わることもあるから。変わったんだろうね。ね。そんな感じする。やっぱおたかつしてきて変わったんじゃない性格が。いいことじゃん。いい。なんだ、あれだね。 INFP が多いよやっぱファンの方今みんな送ってくれるけど INFP の方が結構多いかは INFP? ちょっと熱いねうん ENFJ 言葉が上手なタイプ <laughs> ラブとかめっちゃ当たってんじゃん <laughs> ライブ中これでいいは無理やるえ <laughs> それはありよもう思う <laughs> ねそうだよねライブ中はね愛だよねおしんにる的なそうかもそうかもね今めっちゃ社交的 <laughs> <本当> <laughs> 内向88%の自分よりいいキャいな,そいないようだないやどうだろうねでもさ内向え内向が多いといいキャだのそういう感じ オギどっちだろうアイといいえどっちだろういいあいああいなんかななんかリオは愛っぽい気がするけど36で飽きちゃってる <laughs> ね頑張って頑張って途中までいって。 ったんだったら、最後まで頑張って。手裏剣投げてきた。オッケー。見てくる。え。え。本当にし、え。<laughs> 見たことない形してる、本当に手裏剣じゃん。全部左側なんだね、これ。いい。 確かに風車風車かこれなんかあのー、なんて言うんのか分かんないけど「風車」って言われたら「風車だ」だ小木さん愛っぽいねっリュウも愛っぽいって思うこんばんはー。 てかリオのこの下画像変えていいそろそろ <laughs> まだこのままだったわ愛の人と仲良くなれるとなんか嬉しいねえわかるわかるそれうん嬉しいよ生誕の画像にしとかないとちゃんと。 よしいいに納得いってないからもう一回やっていこうかなもう一回やんのえ <laughs> でもこれは何回やっても一緒じゃない多分そのもっとさ深くさもっとめっちゃ長いやつあるんだよほのやつ。リオもさ ESFP になってさえってなったから長いのもう一回やったんだよそしたらさそっちも ESFP になったからさあ F から S になったんかなって思ったよね。でも S も S S, F も N N? S も F もなんか似たような感じだからどっちもってことにしといた結局確かにこのテロップでねさっきの画像はちょっと意味わかんないよねさすがにねこんばんはヤっホー 妹にもやってもらったら妹は ENFP だったやっぱり一緒なのマジでおもろいよねえりオは今回 ES になったけどだからまあ違うけど今までりお ENFP で ENFP の時期あったからさ「一緒なの?」みたいな「<laughs> あなた ENFP なの?」ってなったよね <laughs> まあでも確かにって思うけど よく考えたら昔やった長いやつ見たら外交49内交51だったから合ってんのかいや合ってんじゃない確かにやっぱ超半々なんだねどっちもあるんんだろうねどうね、ん、どっちにもなれるというか ENFP になって喜んでたのに俺も違うのになってた <laughs> いや違う大丈夫大丈夫なんか分 <laughs> かんないの。 も N も F もなんか直感と感覚の違いらしくてなんかどっちも一緒じゃないみたいなさっきそういう答えになったからなんか龍は ESFP でもあるし ENFP でもある一緒一緒 <laughs> 喜んでていいよ一緒だから大丈夫 <laughs> しまい姉妹 姉妹で E. N. S. P. 同士でマウント取り合うのやめてくれますか <laughs>。ね、え、でもさ一緒なの納得いかなかったね、最初は。でもよく考えたら。うん。もうわかる。わからないこともないなって思った。<laughs> なんか妹はちょっと。りゅよりちょっと変わってる。ところもある。 なんか変な変なとこで自信あるみたいななんか <laughs> そこで自信そこで自信持つみたいな時がある結構今怖い愛じゃないんだうーんなんかいや梨央も愛かなって思ったんだけどでも学校とかではいいなんかなってなんか学校での姿わかんないからリオは実はいいなのって 思ったりも。うん。終わったけど、またい、e、い、I N F J だった。あ、お疲れ、お疲れ。I N F J。あれは。パーセントどうだった。<laughs> D M 送ったの七月ぶりで、ワルテル。え。全然送ってないじゃん。 確かに <laughs> 昨日寝落ちしたってやつね見たよ昨日昨日じゃなくて今日か。 面白い、みんな送ってくれて内向51えそんなじゃん自分でさ「<laughs> めっちゃ内向的だから」って言ってたけどもうほぼ半分じゃんどっちにもなれるタイプフォアチョコと一緒だね逆バージョン ディステニーに楽しかったって音したら寝落ちしてた <laughs> 何してんのまったくディステニー中にさボール持ってた話もしたんだよ昨日ずーっとねえ TKI な感じあんましないけどねあーでもうーんどっちにも捉えられるやっぱどっちにもなれるよ かフフフでたね <laughs> でもいい感じだったって言われたよ昨日 <laughs> 旅行好き季節の変わり移り変わりに敏感らしくてほんまま自分うーんでもさ MVTI って本当に当たるから面白いよね 自分じゃんってなるもんだってあれオ木 <laughs> いいいいじゃん「愛」じゃなかったでも62あでももうでもいいか ENFJ ね、ちゃんと送ってくれて NFT マカドールんーこれ何パーセントってやつもね人によって全然違うからね面白いわ 裏切りのい、e、い、e、だねまさかの。85直感型ってことは直感ってどっちだっけ ?F か。 アイドルさんや役者さんや,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 や <laughs> 役者さんで人前で堂々としてても人見知りいや内向的な方もいるから人ってあ分かんないよねそうだね本当にそうだと思う特に芸能活動とかしてるとやっぱステージ立ったらさ堂々として外向的に見えても人見知りの人とかいっぱいいるしいや本当に分かんないと思うそれは。 たに手裏剣マウント取られた <laughs> あれ結構手裏剣の人もいる意外と手裏剣だけど角度が違うみたいな見せてマウント取った手裏剣あ角度やっぱ角度ずれてるね角度,ず角度ずれて手裏剣 と妹子って性格真逆じゃないいやなんかねむずいんだよねなんかね似てるとこもあんのよやっぱでもあのね家族でいる時とその外知らない人がいる時と違う気がするんだけどでもいいって言ってたしなんかよくわかんないけど似てる。 ここもあるからやっぱみんなが思ってるような性格じゃないかもしれない妹がやっぱ意外とうん <laughs> いや愛いや愛かなって思うよねやっぱでも学校ではいいのがいいなのかもしれないうん分かんない本当に謎だわ <laughs> やっぱ謎謎なんだよ謎な性格してんだよね妹ってよくわかんない 猫かぶりやないのそれいやーなんかどうなんだろうね猫かぶり確かにリオみたいなねリオもさ <laughs> あの t ーの時猫かぶりだったしそうかもねあの <laughs> 普通に外交的だ,とだけどただ猫かぶってるだけみたいなねい、ね、そうじゃん絶対そうじゃん <laughs> それだねきっと。 葵世の言葉で妹子の性格形成されてるからなそうだねそうだよねほんとでも想像してるのと違うっていうのはある気がするうんみんなが想像してる性格とは違うかもしれないねだってめっちゃなんだっけ辛辣 超辛辣だしね。ねえママもやったらしい。<laughs> 送ってきた。おもろ。うん。<laughs> 面白い。 もうちゃんと送ってきてるねうんなんかママのも当たってる感じするわリオはママと全然性格違うと思うからね 辛辣なのおほんとにねガチで辛辣なの妹 <laughs> 小さい頃から年上の方と接することが多かったおいり言葉ちょっと種類が違う系の社交的なのかもゆこちゃんそうだねそうかもしれない 応流情報で想像するといむこちゃんかなり偏った変人なんだけどいい意味でいやいいあ合ってると思う <laughs> わかんない <laughs> わかんないけど変わってる感じ変わってるよ 待って、半からやってたんか全く、ま、気づかなかったそうだよ今日早めから始めたんだよ実はえもう12時になんのえ本気みんなやってたからあっそうなんだそういうことママの MBTI? ISFJ ママも自分で当たりすぎって言ってておもろいわ当たってるよねこのさ文章も全部送ってきたけど当たってるもんだって ISFJ ですねママちゃん,なんかリオとは全然違う本気と書いてマジ <laughs> 懐かしい明日早いんだよねそうそうだよリオ明日早いんだよ まだ言ってないしへえパパなんだろうパパはもしかしたらリオと一緒かまあ系統は一緒だと思うなんかリオのパパはねスーパーヒーローみたいな性格してんね多分責任感強くてみたいな でもりュウも責任感あるっていう話この前したな <laughs> パパは絶対にいいいいに違いないてかうん近い気がする性格やっぱ。 ISTJ なんだけど、ちワママと似てるかも。あ、ほんとうん、リュウのママは、なんだっけ、もう忘れちゃった。ISFJ だね。IS、あうん、ISFJ。確かに似てんね。J って何 ?J は、えっと、J 何えわ <laughs> かんない。J か P だよね。でも、 リオは絶対に J にはならないと思う絶対 P あ,あ計画的かじゃね, <laughs> じ,ゃねじゃねって面白いね <laughs> 確かにああリオ計画的じゃないから P だわ <laughs> そっかそっか <laughs> 待って昔やったの ISFJ だとあっほんとリオとママリオのママと一緒じゃんでも変わったんだもんね家いに。 ね、日本人だよほんとうんスーパーヒーローだけど正体隠してる感じ <laughs> 分かんない <laughs> どうだろうね判断か認識で判断が J ああなるほどリオ判断するのは得意じゃないかも認識だ <laughs> 俺もノリで人生過ごしてる <laughs> 分かるよその気持ち ノリで人生すごいさ結構、まあ、すごいけどさねえやばいえちょっと待ってリオ91011えもうだから2時間半もやってるって話よねえラジオ配信って怖いんだけど永遠に喋っちゃうからもう危ない危険ですねいやーお風呂入らないといけないしあっという間だね時間 本当にう手いですよ明日はライライライの振り入れです、うん、振り入れ振り入れ八時半とかに集合やばくないいや早いよ朝から踊るの 朝から振り入れはちょっと頭が働いていないえお風呂入んなきゃそろそろ終わんないとねそうお風呂入って配信か迷ったのうん 迷ったんだけど今日は先にやってみた。頑張って練、ね、習してます。頑張るよ。頑張るよ。あったられられたら先体背中ストブやん。えーどうしようね。<laughs> やばい。困った困った。 ということで、そろそろ終わりますね。十を読んで、一月ももう明日で終わります。それじゃ、順位を読むと思います。十三位ミッチェル、十二位がイシ、十一位がラブ、十位がいちごのトニア、九位がザキ。 8位が夏雪7位があ元に戻ってんじゃん田中ジェミオン6位がマイコル5位が山田太郎4位がホワチョコ3位が TK2 位がチョリ1位がひろあきありがとうみんな今日も来てくれてありがとうねすごい髪型したなえばれた <laughs> そうバレてないかなーって思ったんだけど <laughs>。そして明日も配信してくれみたいで <laughs>。そうだね。そうなんかもう一月全部やっちゃえって思って <laughs>。頑張るね。明日も。あ、てかね、喋っちゃったんだね。言い忘れた。ねえ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 ねね。ソルタンドレもヤバくない？え今更って話なんだけどさ、森をツイートしちゃったもんね。売れすぎて。 昨日さあ a b 見てたらさ CM でさソルタンドレモン出てきてさ「えっ?」って思って「えっ知らないんだけど!」って思ってさ昨日調べたらさ本当に復活復活ってか復活うんするらしくてさもうねもうえっちゃ喜んだりゅはもうん、やばい一番大好きなソルタンドレモンが復活ですわ最高嬉し泣きだったのね当たり前じゃん 本当にえもうねほんあのマックのバーガーで一番好きなのソルトレモンが一番大好きで昔はレギュラーメ,ルメニューだったんだよあれ信じられないと思うんだけど昔レギ,レギュラーメニューだったのに言えないレギュラーメニューだったのになくなっちゃって森生は本当に悲しくて泣いて。<laughs> そで復活前も復活してくれたんだけど一回、まあ、期間限定だから終わっちゃって、まあ、今回も期間限定だから終わっちゃうんだけどもう絶対食べるんだから何回も,もうれしすぎてママに LINE して共に喜んだね感情伝わってくるうん本当にあのー、<laughs> ガチで嬉しい思い出すね昔を。 順位読んでからのこのこ早口熱弁すごい <laughs> 今日それ言おうとしたのにさ忘れてた <laughs> そう1回復刻したんだよそうなんかねでも2回復刻したんだっけでも1回グリルになったんだよそう揚げじゃなく揚げ鶏じゃなくてグリルになってちょっと違くて味あもう味は一緒だけどちょっと違くて で次出るやつはもう本当に昔のとおんなじだから本題以外で2時間半話すの強い <laughs> ね <laughs> 本当だよねオリジナル塾行く前にた通って食べてたやつよねねよく覚えてるねそう塾の前にマックでソルタンドレモンを食べてたの。 いやー本当に。お願いだからレギュラーメニューにしてほしいね。一生思う。<laughs> いやー嬉しい。本当に嬉しい。<laughs> 絶対ストーリー載せるから。買ったら。っていう喜びの話でした。<laughs> いつからだっけ明日から。それが1月31日からなのよ。明日からだよ。 でもりおはあしたは食べれないかもしれないどうだろう食べれるどう,うかないやリオもちょっと生誕終わったら食べるかもしれないもしかしたらわかんない <laughs> いやでもとにかくめちゃめちゃ本当に嬉しいあ,ーありがたいわー <laughs> 皆さんもぜひ食べてくださいみんなに食べて報告されるね間違いない <laughs> 本当に食べたよって <laughs> いやそンれ,れも本当においしいの大好きなんですよ <laughs> よしお風呂入るぞ <laughs> じゃあみんなよかったら食べてね それじゃ、おやすみまたねー <laughs> バイバーイ配信ありがとうこちらこそ連続で来てくれてありがとうねチャルジャーおやすみー